どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は戦場で出会った面白い編成ということで前後槍を紹介したいと思います。組み方なんですけども、 SP 諸葛亮主将として甲冑と関を副将とした槍の編成ということになってます。で、なぜ前後槍という名前かと言いますと、関羽と甲冑っていうのはですね、蜀の前将軍、後将軍ということになってるんですよね。前後左右将軍っていうのがですね、その国のトップの4将軍ということになってるんですけども、そのうちの筆頭格の前将軍が関羽でですね、で、後将軍が甲冑ということでですね、この2人を組み込んでるから前後槍ということでですね、僕が名付けさせていただきました。で、これのヒントをいただいたのがですね、過去にこの戦場で出会った面白い編成というのをですね、紹介させていただいた時にですね、同じ組み方の武法人の編成というのをですね、僕に教えてくれた方がいらっしゃいまして、で、その編成を動画にさせていただいた時にですね、コメントの方でですね、前後盾みたいな名前どうですかみたいな感じでですね、書き込んでいただいてましたので、それを引用させていただいたということになってます。ありがとうございます。で、今回の編成を教えてくださったのがですね、ミツテル本物さんという方ですね。で、この方はですね、過去の動画でもですね、面白い編成を紹介してくださった方ということでですね、取り上げさせていただいたことが何とかある感じでですね、本当にオリジナルで強い編成っていうのを考えるのが得意な方なんですよね。で、このミツテル本物という名前ですが、僕もランセ本物という名前でですね、このゲームプレイしてるんですけども、もともとはですね、このミツテルさんがつけてる本物というのをですね、僕が、習ってつけたということになってるわけなんですよね。なんで本物シリーズの始祖の方ということになるんですけども、シーズン1の段階ではミツテルさんも僕もですね、こんな本物なんてつけてなくて、ミツテル、ランセっていう名前でですね、やってたんですけど、シーズン2になるとですね、2人とも名前のケツに1がついちゃったので、それだったらまあ本物ということにしようかということでですね、おそらくミツテルさんが本物ってつけたんですけど、あ、これ面白いなということで僕もつけさせていただいた形ということになってます。今となってはですね、このケツに本物ってつけてる方結構いらっしゃるんでね、なんか敵の方からですね、紛らわしいということを言われてるらしいんですけどね。で、この方はですね、三国新戦を始める前に三国志波動というゲーム僕やってたんですけど、その時から一緒の方ということでですね、もうだいぶ付き合いは長くなってきたなという感じなんですけども、これからもですね、末長く一緒にゲームを遊べていけたらなと思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。で、編成のコンセプトなんですけども、まず槍の編成ということなんですが、SP 諸葛亮と関羽に関しては兵士適性 S なんですけども、甲冑が A ということになってますので、兵士宝物で S に上げる必要があるということですね。で、SP 諸葛亮の固有戦法というのがですね、甲冑と関羽に刺さるということでですね、この二人と組ませてるということなんですけども、固有戦法の内容をおさらいしておきたいんですけども、戦闘中奇数ターンは 28% の確率で、偶数ターンは 70% の確率で、友軍単体の固有アクティブ戦法発動率を 100% 上昇させる。同時に25%の確率で1ターンの準備期間をスキップし、1ターンの間その効果を持続するということですね。で、さらに自分が主将の場合、発動時敵軍単体に追加の計略ダメージを与え、準備期間をスキップする確率を 80% まで上昇させるということですね。なんで最初のこの 28% の確率っていうのに当選したらですね、80% の確率でですね、準備ターンをカットしてくれるということになってるんですね。で、甲冑の固有戦法、関羽の固有戦法っていうのはですね、両方準備ターンがあるアクティブ戦法、しかも発動率がですね、だいぶ低いということになってますので、この SP 諸葛亮でですね、しっかりと固有戦法を発動させてあげて、で、さらに準備ターンもカットすることによってですね、強力な固有戦法を打ってもらえるということですね。なんで、壺にはまるとですね、めちゃめちゃその甲冑と関羽が活躍する編成ということになってます。で、甲冑の固有戦法というのはですね、発動確率 35% のアクティブ戦法で準備ターンがあるっていうことで、先ほども言った通りかなり重たいんですけども、もし発動するとですね、自身の会心発生率が 25% 上昇した上で、敵軍全体に平人ダメージを与えると。で、さらに目標が制御状態にある場合、その平人攻撃はさらに強力になるということになってますので、相手に制御状態を付与しているような状態でですね、この戦法を放つのが望ましいということになってるんですけども、まあこれってなかなか難しいですよね。テイクですらですね、相手弱体状態の時にダメージが追加で入るっていうことなんですけど、その弱体状態を入れるのをどうするかっていうことでですね、みんな結構悩むんですけども、甲冑の場合は弱体状態ではなくて制御でなければいけないっていうことになってますから、なかなか厄介ということになってますね。で、しかもですね、もし甲冑がですね、うまく1ターン目に戦法発動できるみたいなことになるとですね、その前に制御を付与しておかなければいけないということでですね、 SP 諸葛亮に意気消沈を覚えさせてるということですね。
この戦法は式戦法なので、準備ターンの最後かなに発動することが多い戦法になってるんですけど、ということはですね、甲虫のこのアクティブ戦法が発動する前に必ず発動しているということになってますので、この制御を、与えてる時にっていう、この条件っていうのをですね、クリアしやすい環境にあるということなんですね。で、カウの固有戦法、雷鳴天下なんですけど、こちらに関してもですね、敵軍全体にダメージを与えた上で、封印最新状態に 50% の確率でしてくれるっていうことになってますので、これも制御が付与できる戦法っていうことになってますよね。なんで、甲虫の固有戦法とのシナジーっていうのは非常に高いですし、またカウに戦後一掃を覚えさせてますので、もし封印最新状態の相手に戦後一掃を当てれたらですね、割合で強行状態に昇格させてくれるということになってますので、本当にこう、シナジーという点にですね、すごく着目した編成ということになってますよね。で、この編成の特徴といたしまして、意気消点を持ってるので、意気消点に弱い編成には当然強いんですけども、そういった編成って自身も意気消点に弱かったりするんですけど、この編成は意気消点食らっても特に困らないっていうところがありますよね。なんで、ゴキバの、国用用がついてないバージョンとか、あと、呂布三世のですね、副将に太子寺とか花公園がいるバージョンであるだとか、あとはその、神官槍とかですね、古神弓に対してですね、強く出れるんじゃないかというところですよね。で、さらに、カウに奇形陣を覚えさせてますので、そういった編成への対策っていうのもですね、かなり打たれてるということになりますね。首相がメインアタッカーの相手で速攻型っていうことだったらですね、兵種問わずかなり強く出れるんじゃないかと予想されます。で、シーズン10から登場した事件戦法の短期戦力をですね、甲虫に覚えさせてますので、甲虫が制御にならない確率が高いということですよね。これ洞察状態になってくれますから、で、さらに武力も50上昇させてくれるということで、甲虫っていうのは非常に武力が高いですから、で、固有戦法の火力っていうのもめちゃめちゃ出ますので、この短期戦力との相性っていうのは非常にいいんじゃないかなと思いますね。で、この短期戦力自身もですね、ダメージかなり出るということになってますので、武力の高い甲虫とは相性がいいということになってますね。準備戦法っていうのはどうしてもですね、発動が決まった後からですね、発動するまでのラグがあるんですけど、そのラグの間に制御食らってですね、発動がキャンセルされるみたいなことがたまにありますんで、こういった洞察状態になれる戦法っていうのは本当にありがたいですよね。で、向いてる武将といたしましてはですね、甲虫やあと関羽も非常に向いてるんじゃないかなと思いますけどもね。あとはですね、そのシーズン10から組まれてる北伐層とかでもですね、カンコに覚えさせてるということになってますので、こういうアクティブが非常に強力な武将と相性のいい戦法ということなんで、今回もですね、欠かさずに入れてるということになってます。で、耐久面なんですけども、 SP 諸葛亮に魚敵兵将と、あとカンウの奇形陣があると思うんですけども、まあこれできることなら魚敵兵将のところは残壁砲の方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。ただやっぱり他の編成で使いたいというところがあってですね、魚敵兵将にされてるんじゃないかと思います。で、それに合わせてですね、勇猛果断に関してもですね、首相を守る効果があるということですね。通常攻撃後、防御状態効果を1回獲得し、次に発動するアクティブ戦法のダメージを 80% 上昇させるということになってますので、 SP 諸葛亮にですね、防御を付与できるということでですね、これによってちょっとだけ耐久力も上がるということになってます。で、さらに面白いのが、甲虫の固有戦法の専用スキルのですね、この急進っていうのをですね、つけてるらしいんですよね。これが戦闘開始後2ターンの間、必中状態になるということなんですけども、これによってですね、滑目相対とか、サジの固有に対しても強く出れるということですね。で、2ターンの間ということでかなり短いんですけども、SP 諸葛亮が準備ターンカットしてくれる可能性がありますので、うまくいけば2発撃てるんですよね。で、その2発っていうのはですね、必中であるということになってますので、ここら辺もですね、SP 諸葛亮と組ます意味っていうのが出てきてるんじゃないかなと思いますね。で、これわざわざ破業報酬で取ったらしいんでね、本当に変わってますよね。普通援護とかですね、あとランダとかを取りがちなんですけども、こういう甲虫の装備なんかを取っちゃうあたりがですね、ミツテルさんらしいなと思いますね。そしたら戦法詳細の方を見ていきたいんですけども、まずは食騎馬との対決ということなんですが、圧勝ですね。問題にしてない感じはあるんですけども、ただ長雲っていうのがですね、常時洞察ということになってますので、甲虫の固有戦法との相性っていうのはですね、まあ、非常に悪いと言いますか、ダメージが通りにくいような環境にはあるんですけどね。それでもこんだけ圧勝してるということでですね、万能型の騎兵編成は問題にならないんじゃないかなと予想されますね。で、次は拡散性との対決見ていきたいんですけども、勝ってますね。ただ結構ギリギリですね、半分以上削られてるということになってますね。で、詳細の方確認させていただいたら、核の混乱が刺さって、
でですね、関羽のダメージっていうのが甲冑に入って、で甲冑が最新状態になってみたいなことでですね、結構しっちゃかめっちゃかな状態になってたんですよね。でこちらの編成は弱体解除っていうのができないということになってますので、まあ、制御付与してくるような編成はちょっとやりにくいのかなという気はしますけどもね。まだただそれでもですね、サジの固有戦法の回避とかがですね、甲冑で無力化できるのかなと思うんですけども、詳細見たらですね、1段目と2段目に甲冑の固有戦法発動してないですから、そこでの優位性っていうのも保てなかったっていうところはありますね。なんでいくら SP 諸葛亮がいてもですね、ちゃんと発動してくれるとは限らないっていうのはですね、結構難しいところかなと思いますね。でこちらも拡散性との対決ですね、さっきの方と同じっていうことですかね。今度は2枚以上削られてますが勝つことはできてます。やっぱりこれも核の混乱がですね刺さってるっていうのとですね、超運に制御が付与できない、で超運自身も水路断絶で制御を付与してきて、これをですね解除する方法がないということになってるんで、まあ万能型でもですね相性は悪い方かなとは思うんですけども、それでも勝ってしまうということになってますので、やっぱり3人とも属性が非常に高い武将ですからね、基礎能力は高いんだと思いますね。で次は速攻型との勝負も見ていきましょうか。呂布三世との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただこの呂布三世はですね、メインアタッカーが呂布だけということになってて、意気昇天っていうのをかけてもあまり意味がないタイプの呂布三世ではあるんですけども、奇形陣がですね呂布に刺さってるっていうことなんですよね。なのでどういった形の呂布三世でもですね、うまく戦えるんじゃないかなと思いますね。で槍ということにもなってるので、騎兵に対してはですね、かなり強く出れる編成だなという印象ですね。でこちらは古神騎馬との対決ということなんですけど、これも圧勝してますね。やっぱりこれはですね、意気昇天とですね、でさらにですね、騎兵陣ということでダブルで刺さってるので、もう歯が立たないかなと思いますね。でですね、こういった速攻型だったら延期場とかもあると思うんですけど、延期場もですね、一応その各家がいるので意気昇天は無駄になってしまうんですけども、過去縁に奇形陣が刺さるんでね、それで耐えてくれるんじゃないかなと思いますね。で他は5騎馬とかもそうなんですけど、孫昌公が首相のバージョンの場合はですね、もうどうとでもなるということになると思いますので、騎兵キラーということで使うのであればですね、満足のいく結果が得られるんじゃないかと思います。でこちらは新幹走との対決ということなんですけど、負けてるんですよね。これは非常に意外でしたね。来決戦もないしっていうところなんですけど、やっぱり意気昇天がですね、馬長に刺さってないんですよね。意気昇天って全員を封印状態にするんじゃなくて、2人を封印状態にするっていうことなんで、3分の1は外れるんですよね。でうまいこと馬長が外れてしまってということでですね、負けちゃってるっていうことなんですよね。まあそれでもですね、騎兵陣は刺さってるので5ターンは耐えてるっていうことにはなるんですけども、やっぱそれでも新幹走強いですからね、馬長を止めれなかったらですね、こんな感じで力負けすることもあるということですね。で見てみるとですね、この甲冑と関羽の固有戦法がほとんど発動してないですよね。SP 諸葛亮を使ってて、これは非常に残念なんですけど、こういう下振れもあるということなんで、結構安定性っていうところではですね、騎兵以外に対しては欠ける部分はあるんじゃないかと思います。でこれはビッグ3ヤリクソンとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。ヤリクソンに対してこうやって出れるのはかなりいいかなと思ったんですけど、やっぱりヤリクソンってそこまで制御に対して極端に強くないっていうのもありますし、首相のメインアタッカーっていうのもあるということですね。で意気昇天もですね、リクソンに憲法破砕と兵務情勢を覚えさせてる場合だったらですね、割と刺さるということになってますので、こういった結果になってるんじゃないかなと思いますね。で残壁砲と異部軍民がないバージョンのヤリクソンということになってますので、まあめちゃめちゃ硬いっていうわけでもないし、あと通常攻撃に依存する部分もあるということですよね。なんでこれが異部軍民と残壁砲があるバージョンのヤリクソンだったらですね、もしかしたら厳しかったかもなという印象はあります。でこれはですね、食槍との対決ということなんですけども、一方的にやられちゃってますよね。まあ理由といたしましては、やはり義援ですね、義援の継承戦法っていうのがですね、思いっきり制御をかけてきますので、これを解除する手立てがないこの前後槍の場合はですね、力負けしてしまうことがあるということみたいですね。まあただですね、この義援を先にですね抑えることができたらですね、カウの固有戦法とかでですね最新状態にしてみたいなことができたらですね、もうちょっと面白い展開になったかもしれないですね。で最後ミツテルさん自身にですね、この編成のことを聞いてみたんですけど、二月帝編成といたしましては、やっぱり諸葛亮がいるような部隊は関羽も甲冑もですね、アクティブ戦法がメインということになってますんで、ちょっとやりにくいということはおっしゃってましたね。
で、この編成の点数なんですけども、まあ、100点中75点ぐらいかなということはおっしゃってました。やっぱ他のですね、食の騎兵編成と言いますとですね、新幹層であるだとか最春層なんかがあると思うんですけど、組めるんだったらそっちを組んだ方がいいんじゃないかということですね。ただやっぱり壺にはまると非常に強いみたいなところがありますし、そのシナジーがですね、非常に高い武将と継承戦法で組まれてますので、そこら辺がガチッとはまったらですね、多分気持ちいいんだとは思うんですよね。なんで使ってて楽しい編成なんでおすすめはできるということはおっしゃってましたね。甲冑がもし貫突してるみたいな方はですね、ぜひ検討してみていただけたらなというところなんですけど、割とですね、共存しやすいような編成にはなってるんじゃないかなと思いますし、あとその騎兵に対してかなり強く出れるっていうところがありますので、まあ、ちょっと余ってる武将とかでですね、組めるという方はですね、ちょっと検討してみていただけたらという編成になってます。三瀬さん、ご協力ありがとうございました。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。